優雅がした層明治年関西君の風俗連作の最後を飾る。この作品は、血髪に麦わら帽子、洋服姿に洋傘を持つ和洋折衷の予想意の上流夫人を描き、文明開化期の気風をよく表している。風俗三十二章は、月岡義俊が1888年、数え50歳の時に発表した浮世絵の連作。大盤十二枚。 目録とも33枚、揃いの美人画西木絵である。江戸後期完成年間から明治時代にかけての様々な年代、年齢、階層の女性を描き、吉利美人画中の傑作、代表作と評価されている。版元は、日本橋枠路町の島新田道、綱島亀吉、歌川国吉、三階愛度図より、続きが見たい。し 国吉の作品は吉都氏に影響を与えたと考えられる。三十二章とはもともと仏教用語で、白語や語行など、二つに備わる三十二の優れた身体的特徴を指し、転じて女性の要望や姿形の美しさを指すようにもなった。三十二章を女性の身体特徴になぞらえることは、浮世絵では強法、原文年間の西村重信。 32小像等に、すでに見られ、吉都市に直接影響を与えたと考えられる。近い時期の作品としては、歌川国定の、東世32章、今世32章、豊原国地下の、東世32層が挙げられる。また、作品の題材や構図には詩である、歌川国吉からの学習や模倣も認められる。32作の題名はいずれも、そう。 という女性の容態を示す言葉であり、それに、完成年間女郎の風俗のように、描かれた女性の時代と身分を説明する副題が、付されている。吉都市の制作から100年近く前の完成年間に、始まり、今日は、文化、文政、天保、効果家営、安政と、各時代を描き、その後幕末の蔓延から、慶応の約8年間を省略し、 明治時代に続いている。江戸時代の女性が23作、明治時代の女性が9作で構成され、過ぎ去った時代への吉都市のノスタルジーも込められている。吉都市、三立大臣により、陽光がしたい。この連作では、女性の感情を疑分を不思説明している。女性の感情を題材とするという点で、三立大臣は、コンセプトを共通する作品である。この連作では、 各作品の題名を主体とし、余白部分に女性の内面を解説する義分を添えていた。一方、本作では題名以外の解説を廃し、表情と体の動きのみで女性の内面を描写することに挑戦している。本作では女性美の表現のためにホリスリにも特に注意が払われている。生え際の毛髪を一本一本表現する。 毛彫りの技法は、師匠閣の職人が手掛ける高度な技法であるが、本作では1ミリメートルの間隔の間に何本もの線が彫られ、眉毛やまつげにも同様の技法が用いられている。毛髪について吉都氏は、自身の反したの通りに彫るよう特に彫り石に注文を出したという。女性たちの着物の柄の細かさにも彫り石のこだわりが現れている。すりでは、 例えば、煙さ、うにおいては、灰色の煙に薄い茶色のぼかしを入れて、濃淡を表現し、さらに部分的に飲み、後方の着物や内輪をすることで霞んで見える効果を狙っている。本作では、江戸、明治の女性の心理が、現代の鑑賞者にもわかりやすく、情感豊かに表現されており、単なる肖像画としての美人画ではなく、内面描写にまで踏み込んだ点が特筆される。 また、完成から明治までの約100年間にわたり、芸者、遊女、漢女、ご子匠といった様々な職業、妻、妾、娘といった年齢や身分、江戸、京、名古屋などの地域差など、幅広い女性の姿を扱い、それらの髪型、服装、小物、化粧などを描き分けていることで、風俗史資料としての意義も大きい。ありがとうございます。